いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。日刊ロラコラ頑張る人やっていきたいと思います。早速ねビーコンのコーナーやっていきたいんですけど、マンタマリア号のビーコンのコーナーってやった記憶がないからやっていこうということで、まず開幕はこっち行きますね。ここにまああっちから来れないんで、こっちがいいですね。今までここに打ってたんですけど壊れるんで、こっちのがいいっす。こっちのが、あーで、まあ、こんな感じで、かなぁ。ピーピー泣いてますね。あと、まあ、ここ。ここかなぁ。あとは、まあ、こことかもいいと思うけど、まあ、置けたらって感じかな。まあ、あとは、もう頻繁に置くんだったらこことか、ここかな。こっちの方が気づかれにくいかな、多分。で、あとは保っときたいのは、まあ、ここら辺ですね。ここら辺は保っときたいっていう感じかなと。はい。あれ？ボタン分かんなくなるのやばいな、マジで。ボタン分かんなくなるのまずいっすね。デボンはいいかな。デボンはまあ、大丈夫でしょう。ということでやっていきたいと思います。あんまりね、これに時間割きすぎると、間延びしちゃうからね。うん。まあ、編集すりゃいいんだけどね。うん。この話ループしてる気がするからやめよう。編集はしません。日刊なんで。はい。さあ、やっていきたい。ちょっとね、マイクの音量上げました。はい。キャプボがマイクの音量上げました。なんか、ポケモン動画撮ってる時に、なんか音量が微妙だなっていう。なんかまあちょっとゲームによって変えるのがいいのかもね。うん。ポケモンのなんか BGM が大きい気がして、変えました。で、ここですね。下手くそ。てか、そりゃねえだろお前。無理。やばい。やばいんちゃう、これ。ミスったー。ミスったー。はい、やりー。いや、危なかった、結構。開幕、危ない開幕だったんだけど。危なかった、マジで。ラッキー。エスプラ隊優しいな。優しいな、マジで。ぴょんぴょん飛んでるけど、ありがとう。優しいな。優しいわ、優しい。エスプラがいいな、俺。最高だな。最高だな。いいよな。エスプラはいいよな。エスプラはいいよなぁ。しゃあ、あんまバカにしてるとやられちゃう。あんまバカにしてるとやられちゃう。あっちから行った。ちょっと。いやぁ、今のひどかったな。ちょ、味方に今邪魔された。うん。これ気づいてないんちゃう？あ、気づいてるか。さすがに気づいてる。なんか俺と行動が被ってくるやつおるな。よっしゃ、いい。ふぅふぅ、やばい。うまいうまい。これぐらいのね、やつだったら勝てるさすがに。いや、ちょっと持てよ。出たー、割って持たないやつ。割って持たないやつー。割って持たないやつー。割って持たないやつー。はははは、オッケー。
いやまあまあこれぐらいはさ、さすがにできるよっていうところを見したかったね。うん、嬉しい、ちょっとエスプラ隊だけで嬉しい。まあエスプラ隊これぐらいじゃないとさ、X で保てないからマジで。うん、コールのおかげ、イエーイ、オーケー。さあいいよ、これはちょっと腕も上がる予感がするね。よし、2連チャンで行こう。2連チャンで行こう。ちょっとマジなんか最近ちょっとコメントとか結構つけてくれて嬉しい感じなんだけどさ、なんか無理しないでほしいっていうところもありますよね。ちょっと忙しい、まあ日刊でやってるから、多分その全部のコメント、全部の動画にコメントつけようと思って結構時間かかると思うんで、そのまあ嬉しいんだけどね無理しないでほしいっていうところですね。はい、いつもコメントありがとうございます。あーっていうことで、さっきあのニュース見たけど、ウクライナのね停戦協定だっけが結ばれるみたいな、じゃ停戦協議か、協定はもう確定だから協議されるみたいな話だけど、やっぱウクライナの兵士はすごい士気が高いっすね。なんか一瞬でもうロシアに侵略されるんじゃないかっていう、あの、あらかたの予想のもと、多分起き、え？今の知らねえんかよ。行われてた、あの、戦争、始まった戦争ですけど、やっぱりその、かたや、まあ演習からの、なんでよく、なんで、ウクライナ攻めるのかわかんねえみたいな状態で、行ってる人たちと、やっぱそのロシアに絶対侵略されたくないっていう気持ちを持って守ってる兵士たちっていうのはやっぱ士気が違うんだなって思いましたね。今すごい前線してますよね、ウクライナの兵士は、兵士たちは。あー終わった、これもう負けたわ。もうさっき相当気持ちよくなったのに。25か、25か、もう無理だろこれは。これ以上もう傷を広げてはいけないマジで。今消えるまで待った方がよかったか。まあでも突っ込まれたらめんどくさかったんでね、とりあえず真ん中戻しましたけど。大変だよね本当。でもなんか一言ではない気がするというか、第三次世界大戦も目前なんじゃねえかっていう、なんかちょっとドキドキして見てますねニュースを。戦争だけは嫌だな。戦争最高みたいな人はいないと思うんだけど。よっしゃ、これいったんじゃね、これいったんじゃね。あー惜しい、クソ、マジか、やっちまった。お前何してんだよ、お前何してんだよ、マジでいけただろ今。これ沼かもしんないけど。いやーうぜ、いやー怖いっすよね。あの第三次は本当勘弁してほしいっす、世界大戦は。っていうかもう何の生産性もねえだろ戦争なんてしたってよマジで。頭悪いと思うんだけどマジで、何なの戦争し始めたロシアとか。本当頭悪すぎだと思って、湧いてると思うんだけど、頭悪シャワ半島だと思うんだけどマジで。我々、俺が運んでやる。濡れ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 、あーしょれオッケー。何の生産もねえ、生産性もねえっつったらこのゲームもそうだけどな。飛ぶわこれ、ぶち飛ぶわ。あーくそ、やばい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 。あー、いった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 、ナイス、オッケー、ニュベンチャーノックアウト、ふぅーちょるーふぅふぅー。ということで、まあ何を伝えたかったかというと、やっぱまあ戦争は良くないということで、ロシアのね、あのプーチン、まあロシア人が悪いっていうことはもう一言も言わないです。プーチン大統領にね、あのもう戦争すぐやめていただくよう本当願ってるとこですね。
ということで、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。